臣下諸葛亮、謹んで陛下に申し上げます。まこなこチャンネルです。前回で長安をようやく取り終わって、さらに東へ行く足がかりを作りました。だが孫権との同盟が切れましたので、これをなんとか早く対応したいかなといったところ、襄陽には今まだ敵が攻めてきており、さらに義援は五条原で孤軍奮闘といったところ、この辺りを対応しつつ進めていきたいと思います。まず敵部隊が長安を経由して移動してくるので、これを長安で迎え撃ちたいと思います。さあ、っと敵が、そっか、消えるか。ならばここは再び再編成をして先に進みましょうか。このような感じで、ここの拠点、次の手です。道下の戦い行きましょう。ではまず兵数的にはほぼ互角、4万前後の戦い始めましょう。おっと、関所の戦いは今回初めてですので、策を授け、こうなってるかと。まず医療系を一つ、まあ、両方とも医療でもいいけど、采配ゲージ上げる方も作っておきましょう。他は敵の陣に入った時に何かをすると、まあ、敵の采配でも下げるのを選んで、この戦術をもって戦っていきます。水に情景なし、お任せください。まずはどこかから上に上がりたいですね。敵の動きを見る限りだと西の方が手薄ではありますが、もしかしたら東側にいるから敵が東側来てるのかもしれないと。ちょっとこちら側行ってみましょうか。これで敵がどのように動くか。ああ、やっぱり動いてしまうと。ならば少数の兵でちょっと中に入ってみてはどうかと。かしこまりました。今こそ勝機だ、俺に続け。さてどうなる。敵は部隊数多い方に向かってると。ならばこの辺りで運転使って登っていきましょう。かしこまりました。まずは、ああこれ運転じゃなかったか、投石機か。ははならば私に続きなさい。誰かいるかな、運転持ってるの。これは勝者と。お任せください。諸葛亮が運転持ってるので、諸葛亮運転使ってここら辺は出し惜しみせずに全部使っていった方が良いのかなと。バタイも運転使えると。よしと、こんな感じでどんどんと登っていきましょう。ここでお金を出し惜しみする必要はないので。かしこまりました。貴様らには敵入れまい。さて、これは門を破るのは厳しいかな、やっぱり。かしこまりました。こちら側から技法動揺を使って、あ、これは技法先導ですね。2体は入らないか、まあ、1体だけ退きましょう。受けてみよう。あ、敵退かないぞ。お任せください。かかってるのか、それとも単純に失敗とかがあるのか。
うん、これは上に登りましょう。なんとか兵器だけでも壊したい。うん、ここで一騎打ち。高三条は勝ってと、今のは捕らえた。討ち死にか相手。それで今一気に部隊がいなくなったと。私に続きなさい。諸葛金がここで、新谷に撃たれると、だから旧敵扱いにすると敵を一直線に追いかけてしまう恐れがあるので、旧敵扱いにはしないと。お任せよ。いや、まさか諸葛金がこんな展開を迎えるとは思いもしませんでしたね。お任せください。これはもう諸葛亮負けられないだろうと。かしこまりました。一切承知。ああ、破壊されてしまった。ここなかなかやはり抜けられないか。じゃあ門から入るの諦めて上から登りましょう。うん、どこか義援と戦っていた部隊が今帰っていったと。お任せください。お任せあれ。投石機敵結局壊せなかったので、我が計略受けてみよう。受け切れまい。さて、じゃあここで軍略の神をお見せいたしましょう。采配ゲージ上がるものを使いましょう。と念のためここ開けときましょうか。かしこまりました。皆の者、隙はなかったな。お任せください。よし、今だ。縄文突破とは。かしこまりました。かしこまった。皆の者の援軍はどちらだ。こちらか。お任せください。これまた一部隊倒してと。あとは敵の本陣狙っていきましょう。貴様らには受け切れまい。いやー、諸葛金痛いな。大衆になれた人物でもあるので、そうした人材が倒されるというのはかなりの損失なんですよね、人材の少ない諸君にとっては。まあ、全部隊倒して、馬職に頑張ってじゃあもらいますか。道館を取り終えたと。このまま高能まで行きましょう。あちらへ。義援一旦解散させて、お任せを。義援も北から向かわせようかなと。趙雲が漢中の戦い、周辺の戦いが終わったので常陽の方の防衛に来てくれてると。だが攻撃力はちょっと低いですね。やはり士気の低い部隊がいくつもいるので、それであまり高くないと。漢中に義援が戻ったらまた出陣させようと思いましたが、その前に戦闘が始まってしまったと。最後諸葛亮、これで士気を回復してからまた次に進みましょう。やはり少数精鋭の部隊を作ってそれで一気に戦うのがまあ定石なのかなと。散発的にね、あっち行ったりこっち行ったりとかやるとあまり良い結果はならないと。今芝居が来ているのでこれがどう動くか。そしてここで特権使えるようになってますので、
これは停戦の方がいいのかな。停戦の方が確か年数が少なく済むはず。あまり長く年数同盟結んでいると今度は孫権倒すときに倒しきれないという恐れもあるので、さて最後の特権を使ったのでもう後には引けないと。この後問題が起きないことを願って。いや、義援は出陣してもらいましょう。では諸葛亮の様子、芝居はここの関所武漢のところで陣取っているので功能の方には来ないのかなと。なのでこの貢献をとっとと倒して始めましょう。さらに先へ先へと行きましょう。敵軍が我が領内に向け、上与の方に2万の兵が来ると。だがもう少しで今功能に取り付けそうな感じです。で上与に関しては武将数大量にいるので、ここは問題ないのではなかろうかと。功能の戦いは芝居と戦うことになりそうかな。これは芝居と戦うことになると。だが兵数的にはこちらの方が上なので、始めましょう。問題なく倒せることでしょう。ここはまっすぐ攻めます。できればねこちら側武器が少ない方向から攻めたいのですが、ちょっと敵の数一気に来たな。ほぼもう兵数並んでしまったと。あと先ほどの関所の戦いで兵器をこちらは使い切ってしまったので、この辺りどうなるかといったところ。今こそ好機かかれ。うまく使って私に続きなさい。戦うことができないと。さて諸葛亮どこだ。諸葛亮がここか。これぞ鬼門遁甲の陣。それでも何とか一気に倒せそうか。まず一部隊と続いて二部隊と。お任せください。今は味方が五条原を制圧していると。しんどい一撃受けてみよう。そろそろ我が計略受けてみよう。ペース回復しながら戦います。ここまでか。かしこまりました。援軍、これは敵の援軍か。守りを固めよう。ペース多いけれども一部隊だけであればそれほど辛くはないのかなと思ったら、まだ敵来ると。これまでですか。ここは城門に取り付きつつ誰か勝者を一人持ってると。かしこまった。他運転ほぼ使い切ったのが痛いかなと。かしこまりました。運転も今五条原にいる部隊制圧完了したので外に出て様子伺います。義援はもっと前に来てくれていいかなと。功能の戦い向かわせましょう。菅銀平も前へ前へと。五条原はこれ取った五位の部隊は陣を取って、それから前に進めましょう。あら、ここの防衛部隊数かなり減ったような気がするけど大丈夫だろうか。では再び采配戦闘、
今は3万対4万、3万6千対4万ぐらいですので、問題なく落とせることでしょう。先ほどの命令全部キャンセル扱いになってますので、もう一度勝者を立てるところから。かしこまりました。耐えて。さて、ここが正念場よ。ここからもう登って全部しまおうかと。誰か壊滅したぞ。お任せください。よしと、登り切ったと。かしこまりました。もうここいらの部隊も全部倒してしまいましょう。これぞ鬼門遁甲の陣。お任せください。耐えて。ここが正念場よ。さて、当該をまずはこれ倒して、今敵部隊が本陣狙ってくる気配かな。これはここまでか。いや大丈夫か。ならばもう最後芝居行きましょう。ならばこちらも諸葛亮も芝居を煽ると。芝居が今混乱して、そしてここで義援登場と。いよいよ真打ち登場といったところ。まあ芝居を倒して、本陣やるよりこれ周りの部隊倒した方が早いかもしれない。混乱もしてるので、お任せください。一気に倒せることでしょう。じゃあお任せください。いやー、行動も取って、これでさらに東へ行けると。じゃあここからどう進むかですよね。行動に誰を連れてこようか。長方あたりを連れてきましょうか。さて、これからですよね。このまま洛陽に函谷関を越えていくか、それとも城東の方を攻めていくか。素直に今ね、こちら孫権がこの部分で城陽部方面で戦ってくれているので、逆にこちら樹春の方ではもう戦いが終わってると。合肥の戦いは、なので城東に行くか洛陽に関所通っていくか。まあここは関所通っていきましょうか。あまり長く進むと今度はまた士気の問題が出てきてしまいますので、それだけは防ぎたいと。今手前側で敵をほぼ全て倒したので、関所の方は人がいなくなったと。今いい感じに孫権が作用しているので、まあ出てきた敵倒せばそれでおしまいかなと。今です。突入は、陣も問題なく取れそうですね。今一部隊本陣の方向かってますが、ここに馬謖も待機しているので。かしこまりました。いざとなったら技法同様で対応が可能と。今こそ勝機だ。俺に続け。我が計略受けてみよう。さて、今別のところで拠点を構えたと。城陽の方に3万ほど兵来てるけど、多分向こうはもう大丈夫じゃないかなと。
趙雲も向かっていたはずなので、お任せで、こちらはここ洛陽じゃなかった、その手前の今こそ好機かかれ関所なんとか落とし切ったところ、韓国間の戦いが終わり。洛陽にようやく接近と。ああ、脅威はまだ敵にいるかと。兵数はそれなりに揃っているので、なんとかなるか、なってほしいかといったところ。もうちょっとここ孫権軍粘っててくれればね。まだまだ部隊は前に進んでくれているようなので、そのあたり期待しましょう。では諸葛亮は洛陽に向けて一気に行きましょう。今向こうは士気回復のためにとどまっているので、その間に洛陽のこちら拠点の防衛が下がっていると。向かってくる気配はないかな。ここは戦いが繰り広げられてますが、ほぼ互角の能力で6万対3万5000ぐらいですので。そして趙雲も向かってきてると。こちらは問題なしと。趙方はまずはここら辺に向かわせましょうか。今徐々に制圧しつつ城東の方に向かっているところ。お任せよ。さーて、洛陽は一気に終わらせられればいいんですが、さすがに士気回復してきてしまいましたね。で、ゴズメも来る気配あるので始めましょう。まあできれば一気に終わらせたい。兵に情勢なく、水に情景なし。もうある程度のパターンとして、この速攻の陣を、速攻の戦法をやってから拠点を早く確保、そのあと、まあ、一気に敵攻めるみたいなね、そんな感じになってますよね。かしこまりました。まあ、拠点手早く確保できればそれだけ有利になるので。というわけで、まず一つ陣を攻め落とし、が来る前にお見せいたしましょう。ここ一個ぐらいは抜けられたらと思うんですけど。皆の者、私に続きなさい。さて間に合うか。ちょっと間に合わないかなと。受けてみよう。おっと、今のはなんだなんだ。一旦戦闘中止になりましたね。今スペースキーを押しただけなのに、どういうことか。あ、これは食と、どういうこと。龍禅何やってるのこれ。食軍と義軍が停戦という、うわ、勘弁してくれ。これはあれか、戻ってこいと。一旦職に高校か、ひょっとしたらこんなバカな真似をしたのは。いや、想定外の展開。じゃあ孫権との停戦は破棄して、一気に孫権行かないとダメか、こんな状況になったら。信じられない展開ですね。次の手です。無理ですよねこれ、采配戦闘。じゃあ孫権、そしてここ趙雲がこんなバカな状況を見せられたら、そりゃ奮死はするでしょうと。ちょっと厳しいな。34年までという、まあ、諸葛亮の寿命の制限があると。
だがそれを無視する形で始めましょう。今の展開はほんと勘弁してくれと。で、ゴも動き出す気配を見せてるので、報告します。この辺りどうなるかですよね。いいでしょう。ならば諸葛亮は買い物に向かって、そして寿命の延長効果のあるものを手に入れられないかと。ちょっと探し回りましょうか。では今の状況を見てみましょう。なんとか落葉直前まで行ったものの、まさかの竜禅が停戦を申し込んでしまったと。なので、じゃあ停戦期間中ずっと待っていても拉致が開かないので、孫権の方を攻めていこうかなと思います。いやー、何事も思うようにいかないなと。ここまで追い詰めておいて、まさかですよね。今回はじゃあ孫権には悪いけど、だから孫権に対して外交を行ってますので、それが行われないようにしないといけないと。ということは早めに敵と接する必要があるのかなと。いや、もしかしたら任務見たら外交の状況がないので、もしかしたら外交の停戦の申し込みはなくなったのかもしれないです。諸葛亮が亡くなる、史実で亡くなる234年まであと4年とちょっと。果たして魏を倒すことができるのか。引き続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。